どもどもこんにちは、私です。今回は、リザーブ高速周回金策を紹介します。それじゃサクッと装備を紹介していくよ。まず、ヘッドセットとバラクラバはお好みで。で、次にアーマーは、今季追加のこの3アーマー、正直アーマーはお好みで、パカとか4アーマーとかに変えてもらっていいんだけど、今季は弾が強いから接敵したら負けると思った方がいいね。スカブのショットガンが防げれば何でもいい気がする。で、リグはこれ、交換があるから安い方で買おうね。でも今季ティーポット AVT 交換で高めだから振りまで買うのが早いかも。うん、結構不人気で安めなんだよね。で、次は武器。今回は MP153。バッグを持っていかないからマガジン式以外の武器でこれって感じ。正直好みで SVT とかにしてもいいけど、リザーブの距離は SG の方がいい気がする。離れた敵は無視して逃げればいいからね。で、カスタムなんだけど、レベルが上がりきってない人は、GK2 で、つけれる人は K-Crowだね。まあとりあえず今回は GK2 で組んでいこう。で、マガジンはこれもレベルが上がりきってない人は7発マガジンだね。イエーガーレベル2で組めるカスタムになるかな。で、お好みでレーザーとかライトつけて。最後に上にサイト乗せて終わり。こんな感じ。で、値段が。うん、だいたい6万だね。SVT がサイトなしで 5.5 万だからまあどっちでもいいかな。で、使う弾は 7mm バックショットでいいかな。解放されてたらフレシェットがいいんだけど、まあスカブ倒せて、ワンチャン顔に入れれば PMC にも勝てるし、7mm でも十分だね。SG は20発だけポッケに入れればいいからマス取らなくていいんだよね。あ、1発足りなかった。で、次回復。まあ今期も回復でコスパいいのは IFAK かな。この交換が時期によっては安いけど、フリマ 1.7 万。あー交換品今高いね。振りまで普通に買おう。で、あとは止血用に包帯。ヘモスタ割と高いから赤いやつで十分。で、軽出血は正直 IFAK で止めればいいから、稼ぎ優先したいなら買わなくていいね。てか重出血止める包帯もいらないくらいかも。マス取られるのがきつい。まあ安全重視で一応持ってこう。で、終わりかな。だいたいアーマー、リグ、ヘッドセットら辺で12万。武器、回復で8万。まあだいたい20万くらいで装備作れるかな。時期でまあまあ変わると思うから値段の差は許してね。でもまあイエーガー2でフリマ解放してれば組める装備だから、結構初心者も安心じゃないかな。あ、一応ポーチの中は好みでいいけど、できればドキュメントケース欲しいね。鍵は使わないけど、ドロワーから情報系アイテムがよく出るから、マスが圧縮できて便利。で、CMS とか骨折直しは一応あると安心だね。稼ぎ優先ならドキュメントケースだけもあり。まあこんな感じでプリセット組むと楽だね。それじゃレイドで漁るところ解説してこう。で、最初に話すと、漁るところはマップでここ。で、脱出はここ。だいたいこの建物一つ漁ってマンホールで即帰宅って感じだね。で、出撃時間は夜がおすすめ。昼は多分結構死ぬ。リザーブは昼はすごい人が多くて危険だけど、夜はタスクマンか金策しに来る人しかいなくて、結構安全。結構走り回ってても死なないから勇気を出して走ろう。で、ここからは漁るだけなんだけど、倍速で垂れ流しにしておこうかな。漁り方は見て覚えてね。でも実際そんな漁るの難しくないから大丈夫だと思う。それじゃ漁り終わるまで倍速。
それじゃあサリ終わったから少し解説。だいたいアサルの慣れると7分以内になることが多いんだけど、そうなったらランスルーになるので少し隣の小屋で待機しよう。リザーブは40分マップなので残り33分になったら脱出して OK。 一応ここも少しアサれるからマスが空いてたらアサろう。からすぐ隣出るとマンホールあるので、そこで脱出。たまにスカブに狙われるから頭は車の下に入れとこう。これで約7分で周回できる。とりあえずこのレイドは47万とブラボ、インテリの収益だね。どっちも売れば100万近い収益だ。ただまあこれは上ブレだから、あと4回回ってきた。最後にそれ見せて終わりだね。それで私はここら辺で、また次の動画でー。